はい、どうも藤本動画藤本ジョージです。本日はね、甲府の、なんて読むのかな、ゆうかめ公園っていうのか、ちょっと読み方よくわかんないですけど、あの甲府の動物園の方に、こちらのカメラ α99M2 とね、まあこのカバンの中にいろいろなレンズと、α7M2 とかね、ヘリオスの 44M とかね、まああのそれこそいろいろな、機材を持って、こちらの方にやってきました。で、今ね動画撮ってもらってるのがアシスタント A ちゃん、アシスタント A ちゃんの方もね、135mm のね、STF とかあの辺のレンズで、ちょっとこれからモデルになって撮らせてもらおうかなと思ってます。あとはまあヘリオス 44M とかね、その辺のレンズをちょっと試していきたいかなと思ってます。じゃあ、ね、後ろであのノリノリなゾウさんがいる、こちらの公園を、これから楽しんでいきたいと思います。ではYouTube のネタになりそうだ、ね、はい、ここからは、撮ってきた写真の方をねご覧いただきたいと思うんですけれども、ちょっとその前にね、先ほど導入の、動画の方で、ゆうがめ公園とかね、そういったような呼び方でちょっと間違った呼び名をちょっとご紹介してしまったんで、ちょっと訂正を入れたいと思います。こちらの、動物園の方ですけれども、山梨県のね甲府市にあります、甲府市周期公園附属動物公園というね、いう場所で、写真を撮ってきました。はい、ね、こちらの方がですね、1919年に開園して、日本でね4番目に開園した結構ね歴史のある、動物園だそうです。はい、ね、まず、ご覧いただいているのがゾウさんとね、こちら後ろ姿を映ってますのが、アシスタントの A ちゃんですね。はい、で、写真を撮ってますレンズの方が、ソニーの 135mmF2.8T45STF というね、アポザイゼーション光学エレメントっていうフィルターを積んだ、ボケをねすごく滑らかなボケが撮れるということで、人気のあるレンズになります。以前にもね私の YouTube の方の動画で、何回かご紹介してますけれども、今回はまず、一発目そちらのレンズを使った写真のご紹介になります。はい、ね、カメラの方は、いつもご紹介してますソニーのね α99M2 で、シャッタースピード250分の1、F4.5 F4.5 って書いてますけど、これねほんあの F 値で言うと 2.8 です。 T ナンバーの方ね、 T 値の方が、ライトルームの方でね表示される時にね F4.5 っていう風に表示されてしまうみたいです。はい、で ISO の方は100で、一応ローで撮影してきてるんですけども、多少ね現像の方も済ませてあります。はいね、ゾウさん、はいね、アシスタントの A ちゃんとゾウさんの方でね、記念撮影的にね撮ってきています。はい、ね、今回はねちょっとまあ記念撮影的に撮ってるんで、アシスタントの A ちゃんの方に、ピント合わせてね、ゾウさんの方は、ちょっとぼかしをかけてる感じですね。はい、こんな感じ。目つぶっちゃったからこっちかな。はい、で今 135mm のレンズなんですけれども、今度はちょっと違うレンズに変えたものをご覧いただこうかと思っています。ちょっとね今探しています。
とどれだ、この辺か。はい、こちらが、ソニーカールサイズで、24mm から70mm F2.8 の、レンズ、シャッタースピード250分の1、 F が F 値が4、 ISO が200で撮っていますね。はい、先ほどは、135mm のレンズで撮ってたんですけども、今回の焦点距離は 70mm、はい、ね、動作の方でもね、結構ピントがしっかりとね、若干ボケてるか、テちゃんの方にピントをね当ててるんで、まあ、大体見た感じこんな感じですかね。はい、ね、結構ね、 70mm でも結構ボケますね、背景ボケとしてね。ピントの方は A ちゃんの方に当てています。はい、でお次の写真に進みたいと思うんですけれども、またね、よいしょ、はい、またね、135mm の方で撮った写真に戻りますね。こんな感じで、中望遠としてね、ゾウさんの方を撮ってのあたりにピントを持っていって、まあ、結構シャープに撮れてる写真になっています。はい、手持ちで250分の1、まあ、F2.8 ですね。で、ISO が100で撮っています。似たような写真ですけど、こんなね、はい、伊藤さんの写真はこんな感じ。はい、で、お次が、はい、こちら、まあ、小動物のね、触れ合いコーナーというのがありまして、そちらの方で撮ったウサギちゃんになりますね。はい、ウサギちゃんの写真で、こっちの白いウサギちゃんのがね、はい、こんな感じで写しています、ね、ピントの方は目に合っててバッチシ、こんな感じでね、綺麗に写ってますね。はい、シャッタースピード320分の1で F2.8 の ISO100 で撮っています。焦点距離はね、単焦点レンズなんで 135mm、 はい、次は、レッサーパンダですね。こちらのレッサーパンダね、男の子でね、北斗くんというねパンダだそうです。はい、パンダじゃない、レッサーパンダか、ね、はい、これも、135mmF2.8 のレンズで撮ってます。ね、このアルファ A マウントの 135mmF2.8 のレンズなんですけども、以前にもね、YouTube の方で、私のチャンネルの方でご紹介してるんですけども、マニュアルのレンズになるんで、結構ね、こういう動物だと動きが早かったりして、ピントが合わせるのが結構至難の技だったんですけども、若干これもね、まあ可愛くは映ってるんですけども、若干気持ち目元のあたりとかね、少しピントが甘いかなという感じで撮っててますね。はい、まあ、ただね、マニュアルフォーカスでね、動いてるものにこうピント合わせながらなんで、まあ、多少ちょっとご了承くださいという感じですかね。この辺ちょっと甘いですね、ピントがね。こっちの方がまだいいか。はい、この辺は完全にピント甘いですね。この辺はね、まあ、若干拡大さえしなければそんなに違和感はないかな。ね、少し、これはどっちかというと手ブレかな。135mm で F300 シャッタースピード320分の1で F2.8 で撮ってるんですけど、まあね、まあ、許容範囲は許容範囲なんだけど、若干手ブレ感があるような気がしますね。はい、この辺はね、止まってくれたんで、しっかり綺麗に写ってると思います。はい、この辺はすっきりとね、ピントもあって手ブレ感もなく、いい感じに撮れてるかな。可愛いですよね、レッサーパンダって。で、お次はですね、何がいたっけかな、まあいろいろね、こういったね、なんだこれは、ヤギとかね、ヤギとかもいましたね。はい、あと珍しいところだと、コンドルがいましたね。なかなかね、こういろんな動物園とかを行ったことがあるんですけども、コンドルに会ったのは初めてかな。
うん、コンドルのいる動物園っていうのはね、なかなかお目にかかったことがないというかね、会ったことないですね。こちらの動物園で、まあ初めて見かけたというか、まあ、フクロウとかね、そういった動物はいたりするんですけどね、なかなかあのコンドルっていうのは珍しいんじゃないかなという感じがします。どうなんだ、また北斗君ですね。はい、こちらね、レンズ変わりまして、先ほどの、ソニーカールツワイツ、24mm から70mmF2.8 の、レンズで、先ほどのレッサーパンダ北斗君をね、撮ってる写真になります。焦点距離は 70mm、 シャッタースピード250分の1、 F 値が 4.0、 ISO 200で撮ってる写真です。はい、でなかなかね、こう前側に、やっと前向いてもくれたか。はい、で焦点距離が 70mm でも、まあ、ちょっとね距離があるんでね、あのこんぐらいまでしか撮れてない感じですけどね。はい、うん、ちょっとピントが甘いかな、ね、こんぐらいの大きさで見る分にはいいんですけど、トリミングするとね、ちょっとピントが甘いのがバレちゃいますね。この辺もそうですね。もうちょっと逆にシャッタースピードを上げてもよかったような気がしますかな。あとね、こちらの、まだか、はい、ね、北斗君の写真。ね、かわいいですよね、すごくね。まあ、こちらの動物園でも、ね、人気者だそうです。であともう一匹ね、先ほどの北斗くんの他に女の子のね、ちょっと名前の方を忘れちゃいましたけど、女の子の方の、レッサーパンダちゃんもいたので、こちらはね結構あのこれ実はガラス越しで、なんですけども、まあ、うまく写真と撮れたんで、ね、結構アップで写真撮れましたね。他にもね、いろいろ動物がいて、結構ねやっぱりね、写真を撮るのに、あの動物を撮るのはね、そこそこやっぱり練習になりまして、あのなかなかね、こう難しいんですけども、まあいい練習になりますよね。あ、このうさぎか、はい、こういった鳥とかもね、こちらも、135mm の方でレンズで撮っています。はい、ね、根元までバッチリピントがあって結構よく撮れてると思います。こうね、柵とかがね、ちょっとあのちょっと距離がね、あの柵にグッと近寄れるさような、あれじゃなく柵までも距離があったんでね、うまくこう柵を消しきれなかったですけどね、もうちょっと柵にグッと寄れれば柵自体をこう消して写すことができたと思うんですけど、ライオンです。ライオンもね、結構立派なライオンがいてね、はい、こんなねガーッツリあくびしてるとこを撮れました。はい、ね、本当は、あ、撮らに行っちゃった。多分ね、この時はね、このライオン1頭しか見てないんですけど、もう、あ、違う、写真は撮ってないんですけども、こちらのオスの男の子のね、ライオンの他にメスのライオンが1頭いましたね。で、こう、まあ、つがいなのかどうかわからないですけど、2頭で、一緒の檻、に入っていました。で、こちらが、信玄くんというね、名前のベンガルトラだそうです。はい、ね。
はい、まあこれね、なんかこうウルトラマンのパクリみたいなモチーフがね、動物園の他にね、なんかあのちっちゃいね、あの遊園地とかも、まあ、昔ながらの昭和な感じの遊園地なんですけども、そういったものも併設されてまして、そちらの入り口のあたりにね、遊園地の入り口のあたりに、置かれてました、なんかウルトラマンもどきというかね、そういったものを、この135ミリのねレンズで撮ってきました、ね、こういった感じで、ね、まあアップしてみると、このなんだろう、この素材感というかね、こう長年雨ざらしにされてた感じのね、こう細かい傷とかも、つぶさに映ってて、非常にねこの解像感のいいレンズだったのをお分かりいただけるかと思います。はい、行く前に虎で、ね、さっきの新年くんね、いろいろ柵越しですけれども写真を撮っています。人相悪いっすよね。はい、で、はい、こちらがね、ユキヒョウの、何ちゃん、何ちゃんって言ったか、名前ちょっと忘れちゃいましたけどね、まあ、結構この子は随分あのこの動物園長くいるユキヒョウの子らしくて、ちょっとぷっくらとしてね、あのメタボチックになってますけれども、あの、ね、ちょっとね表情もね少し猫っぽいですよね、ユキヒョウの上でね、だいぶ可愛がられてたと。こちらの子も、この動物園の非常に人気のある、ね、なんとかちゃんってこう名前つけられてこう呼ばれてましたね、はい、地元のあのちっちゃいね、あの小学生ぐらいの女の子がね、しきりにこの子のこう名前を呼んでね、あの手を振ってたのがすごく印象的でした。中に入ったらね、あのちょっと危ないのかもしれないですけど、なんかすごくこうね、おとなしい感じのね、あの、うん、でっかい猫みたいでしたね。はい、また先ほどね、新年くんね、こちらの方はさっき見ていただいた写真と同じかな、同じだ。他のレンズで撮ったやつもあったんだよな、確か。さっきご覧いただいた方ですね、こっちを見てもらいたいのか、はい、こんなね、ここはさっきのコントロールね、ちょっとねサムネイルがちっちゃくて、なんかあのどこまでお見せしたか、あ、はい、こちらの方はね、ヤマアラシね、ヤマアラシという動物もいました。はい、ねアシスタントの A ちゃんと、まあこれはね、なんかあのまあどちらかというとね、レンズのレビューとかね、作風を見せますというよりも、まあ、動物園の方ね遊びに来たんで、記念写真を撮りました的な感じの写真ですよね。はい、ね、もうここにもガッツリ私の影とかも入っちゃってますし、うん、はい、なかなかねこのうまく撮るのが難しい動物というかね。鏡見るとなんかあの何鬼おこぜでしたっけ、鬼おこぜとかね、あとあのウニとかのねトゲみたいなね、そういったやっぱトゲのある、
アラシという動物ですね。ちょっとね顔がよくわかんないですけど、意外とでもねこんなごついあの針を全身にまとってるワニは、このつぶらな瞳でね顔自体はすごく可愛い顔をしてる動物ですね。なかなかね、うん、まあ、家で飼おうかといったらねなかなか飼えるものはないんでしょうけど、見た目はこれね、ちょさっきはねこっちのこれはねちょっとあの、まあ僕らがねこう近づいてってあのびっくりしちゃったみたいでね、警戒しててこうバーッとこう針を広げたってたんですけども、まあしばらくしてねちょっと落ち着いたようで、まあ落ち着くとねこういった感じでこう全部毛がね後ろに流れていて、うん、顔なんかもね非常にこうなんかでっかい、なんだろうな、モルモットのでっかい子みたいなね感じですよね、こう顔がね、はい、ね、こっちはさっきのあるか、はい、あとはね、まあ、ペンギンなんかもねちっちゃいプールでしたけどペンギンがいました。あとなんだかアメリカンビーバーもね、このペンギンのプールの裏側にアメリカンビーバーもいたんですけども、まあ、ちょっとね小屋の中かにこう引きこもりでねちっとも出てきてくれてなかったんで、まあ、写真の方は撮っていないです、はい、なんかねちょうどいい感じでこうね体が水の中にグッと入った瞬間をね撮ることができてね、なかなかいい写真が撮れたなと思って。まあ本来はちょっとねこちらの方で、動物園がたまたまあったんでね寄ってみたっていうだけで、本当はちょっと違うね用事があって来てたんで、そんなにね多くは写真は撮ってきてないんですけれども、今回はね動物の、ね、写真を中心に、ご覧いただいてますけれども、まあね今回アシスタントとの A ちゃんもね一緒に連れてってますんで、この同じね 135mm の写真レンズで A ちゃんにねちょっとモデルになってもらいまして、軽くねまあこういったような写真とか、こういったような写真、こんな感じの写真ね、アシスタント A ちゃんのにモデルになってもらった写真の動画も、この後ちょっと作りたいと思いますんで、ぜひともねまた藤本動画の方をご覧いただければと思います。あとはねチャンネル登録等ねまだされてない方、ぜひともね、チャンネル登録していただけると藤本動画ね毎回作るのに非常に励みになりますんで、ぜひともよろしくお願いします。ということでね、まあ写真メインの動画になってますけども、まあ藤本動画もまたぜひ、ご覧くださいということで。